マジでお前らさ、ちゃんとゴム白いよ本当に。あ、リコタンさ、ゴムができない男はなんだっけゴムができない男はごめんなさいができないって思ってるの。俺は童貞だから安心して。いや、安心できないけど、逆に悪かったな、する機会がなくて。かわいそうでちゅね。みんなそんな機会がないの。かわいそうでちゅね。そうだよな。そっかそっか。でも大丈夫、リコタンがいるからね。リコタンがみんなのことよちよちってしてあげるからね。このリコタンが、リコタンの股間をリコタンが触って、君たちは自分の股間を触ってその手とかで握手したら、もうそれは実質セックスだから。うん、実質ね、まあ、実質セックスなんで大丈夫です。やろうと思えばできる、できる。うん、はっきったな。あ、すいません。すいません。はい。セクハラで訴える。なんでだよ、喜べや。なんで喜ばんねん。ファンサでしょ。リコタンそれいいの。やだ、嫌です。ちゃんと私と握手するときは手洗ってください。リコタンと握手できんの。できない。握手してくださいとか言われたら全力で断るわ。うわ、そのファンサよりファンサ歌って。歌いません、歌いません。そう、関節キスと同じ色だって。あれもキスって呼ぶんでしょ。だったらあれだよ、股間と股間を触り合った手で触れれば、それはもう実質セックスよ。うん、ねえ、早歌ってもらって。あ、すいません。